オーディオムービー。やば。ビール、マコも飲みなよ。もう？うまー、やっぱ生き返る。え？そんな俺のことじっと見ないでよ。あ、今日ダメな感じだった？違う。てかさ、なんで目隠ししないとダメなの？え？あ、別に。どんなこと考えてんだろうって。え、マコってさ、何を求めてるか分かんなくなることあるよな。鳴ってるよ。また抱えてる案件のケツ持ちがね。ねえ、友達なんだから別に嘘つかなくていいよ。嘘って？マコってさ、本当に結婚してんの？全然旦那の影ないよね。ん？マコどうした？怒った？カキオくん。何？あのね。あ、ごめん。あ、お疲れ。うん、どうした？なんかあったの？今はちょっと、うん。じゃあお茶する？1時間後とかならいけるかな。シャワー借りるね。人に会うからさ。カキオくん、私たち今日で会うの最後にしよう。え、ちょっとなんで？もう決めたから。なんで急に？ちょっと待ってよ。消えちゃえばいいのに。え？あんたなんか消えちゃえばいいのに。そういうご関係だったのですね。はい、そういうお友達で、あの時消えちゃえばいいのにって言ったから彼死んじゃったんです。いや、ご病気で亡くなったんです。柿雄さんとはどのくらいのお付き合いだったのですか？1年半ぐらいです。でも私はただの都合のいい女でした。彼がしたい時にして、終わったら空気を読んで帰る。私には夫がいるんですが、結婚してから変わっちゃって、私のこと頭ごなしに否定する人で、年々自分が消えていく気がしていました。あの、こんな話してていいんですか？
続けてください。満たされたいから会い続けてた。だけどもう最後にしたいという自分もずっといて、結局自分も都合よく利用していたんだと思います。最低ですよね。あの、例えば私が彼だと思って話してみてください。え？今まで言えなかったことを全部ここに柿雄さんがいると思って。そんなことして意味があるんでしょうか？あなたの中にはまだ彼に吐き出せなかったものが残っているのでは？でももう遅いんです。私に重荷を預けるつもりで。柿雄くん、あの夜私ちゃんとメイクしてたんだよ。ねえ、私以外に何人いたの？消えちゃえばいいのになんて言ったのは柿雄くんが理解してくれなくって辛かったからだよ。でも本当は生きているうちにもっといろんなことを話したかった。もっと私の中身も理解してほしかった。もう遅いかもしれないけど、今までありがとう。しんどくなかったですか？自分の気持ちを後回しにしないでください。その抱えたものはいつか大きくなって取り返しがつかなくなることもあると思います。でも私にとってはすごく難しいことで。自分の気持ちと向き合うのは時に勇気がいる。けれど怖くても向き合わなければずっと辛いままではないでしょうか。きっとこれからも。私の何を知ってるんですか？お帰りに。ええ、なんだか怖いんです。失礼いたします。傘がない。これ私の傘ですが、よければ。結構です。走ってタクシーを捕まえますので。雨の日はなかなか捕まらない。返さなくても大丈夫ですから。どうぞ、いつでもここを利用してください。え？あなたが背負っているもの一緒に背負いますから。お借りしていきます。私はいつでもここにいます。禁断の国会室。